だと思うんですが、頑張っていただきたいと思います。さあそれでは参りましょう。ユニコーン対デボリクラウンの試合です。波動ファイト。さあ始まりました、ユニコーン対デボリクラウンの試合です。まずはユニコーンのステータス見ていきましょう。ユニコーンの方3151441115というステータス、今日初めてのステータスがあります。4411、チャージは少ないんですがスピードと、大きさ重視という形ですね。一発 KO を狙っているという形なんでしょうか。対するデボレクラウンのステータス見ていきましょう。デボレクラウン5221、5221、1135ということで、デボレクラウンは同じステータスで試合の方を進めていますね。こちら、火花と同じですね。同じような感じで、同じステータスを使うのはやはり得意なステータスなんで、だからでしょうか。あえて変えない。俺たちは得意なステータスで戦っていくぜという感じなんでしょうね。さあ、それがどう出るんでしょうか。ここで残り20秒、両チームとも0点のまま進んでおります。やはりね、両チームともシールドが強いプレイヤーが1人ずつおりますので、このシールドが終わらない限り動かない。さあライト選手が取ってきた。デボレクラウンシールドがない状態、さすがにこの状態から巻き返せるかどうだ。シュー選手が最後取ったが追いつくことはできませんでした。3対1ユニコーンの勝利です。おめでとうございます。さあ最後まで you